同期、おい、その人には近づくな、宮城。え、草、やるね彼。サンキュー朗希。純粋な宮城を守る佐々木朗希いいわね。球界じゃ有名だったんやろか。嫉妬や、宮城取られたら困るだけ。これは未来の日本のエース。大谷と朗希ってなんでプレイだけじゃなくて、中身まで成人すぎるんだよ。え、待って、ささみや尊い。少女漫画かな。早くお家に連れてきて紹介してほしいわ。実際佐々木もあっちなん。則本も大谷もしかり足一流の野球選手に多くない？そういう人は感覚鋭くなって打ったり投げたりできるようになるんけ？そんな二人が直接対決するかもしれないという、WBC 優勝に貢献した侍ジャパン仲良しコンビの投げ合いが、16日に実現する可能性が高まってきた。また佐々木はマリンなんか、いつまでマリンに引きこもってんの？当分メジャー行くつもりないからええんやろ。ロッテを優勝させないとメジャーに行けないからな。引退までいてくれるとかいい子やね。個人的には宮城とか山本より山下との対戦を見てみたいわ。朗希も年下との対戦は初めてだろう。山下が中藤かだから会う機会がなさそう。むしろ山下が中藤かなら16日は朗希かける俊平ただった。ここに来て中藤かの制限解除して明日投げさせるみたいだからずれた。宮城って朗希とヤクルトのいたのには必ず負けてる印象。年間通しての安定感はすごいんやけど。宮城も調子良さそうやし、いい試合になるんやないか。京セラなら宮城にも可能性あるけど、ZOZO の朗希なら勝てないやろな。ZOZO の佐々木は別格、0-0 で両者降りるかもしれないな。この前の対山本みたいな緊迫した投手戦になりそう。若くてすごい投手が出てきて楽しいわ。